ももちろん掛田先生も一緒に進めていきたい。よろしくお願いいたします。先生、お昼召し上がりましたか？まだなんですよ。あら、まだだったんですか？もうね、お腹に一回備蓄ありますから、三日四日食べなくても平気。いや、後でじゃあこっそり食べてくださいね。心配になっちゃいますから。はい、午後の部、最初にご登場いただく皆さん、ご紹介させていただきますね。はい、南相馬市の村上の田植え踊り保存会の皆さんによります村上の田植え踊りご披露いただきます。皆さん、こちらの田植え踊りは江戸時代より伝わっていると言われておりまして、明治大正昭和の一時中断した時期もあったんですが、昭和22年にもう一度改めて復活しまして、以降は婦人会が中心となり存続していらっしゃるということです。東日本大震災で保存していた会員も何人か亡くなってしまわれたということなんですが、先輩から受け継いだこの田植え踊りを、この田植え踊り自体を絶やすことなくこれからも伝えていきたいということで活動を再開したと、大変思いがさらにこもっている皆さんですね。こちらはね、よく頑張ってくださったんですよ。はい、この村上という集落はね、海岸のすぐそばなんです。あ、はい、それでね、73個ありましたうち70個が流されちゃったんですよ。はい、しかもね、この時保存会員の方が39名でした。その約3分の1、12名が亡くなってるんですよ。会長さん、副会長さんね、はい、それでもね、やっぱ先祖伝来の宝だからなくしたくないと、翌年の10月に復活されましてね。翌年ですもんね。それで非常に熱心なもんですから、はい、その後間もなくですね、県の文化財として指定させてもらいました。はい、あ、そうですか。震災後、震災地でですね、指定を受けましたのはこの団体だけでございました。うん、あ、そうです。それが皆さん熱心なんですね。そうですか。素晴らしいね、団体。それでちょっとね、あの面白いのは、田植え踊りと言いますとね、はい、ここにあの早乙女と八八とかやっことかっていう男役と踊るんですけども、はい、こちらはね、その前にね、道化と言ってるんですけども、はい、白柿が出てくるんですよ。ああ、そうですか。ね、馬を引いてね、あのマグワを持ってね、白柿をやる。それからね、苗ぶちをやる、はい、苗を打つね、そして田植えになるというね、全部揃ってるんですね。ちゃんと流れがあるわけなんですね。ここだけの工夫です。はあ、実にまずできてる。で、今度の震災でもね、全部なくなりました。何もかにも。で、あのね、馬のですね、ちょっと見えますけどね、ちらっと見えますね、柱だけが竹籠なんですけども、それだけがね、農機具の上に乗っかって残ってたんですよ。あ、それはもう奇跡ですね。もうぜひ残してほしいっていうことなんですね。それまた元に復元しましてね、非常にうまくできてますね。馬だけにですか？なかなかびっくりしました、先生今。そうなんです、ね、でか、なかなかうまくできてますので、歌舞伎の馬よりははるかにこちらは立派でございます。そうですか。そうです。そこも ぜひ皆さん注目してご覧いただきましょう。では、ご登場いただきましょう。村上の田植え踊りです。お願いいたします。お願いします。Yeah.
角に角
誰子やないないない祝いの子まあするなありがとうございました。素晴らしい村上の田植え踊りご披露いただきました。見事ですよね。非常にストーリー展開がメリハリがありますね。田植え踊りの前のやつもユーモラスでしょ、はい、ユーモアたっぷりでした。ここだけの工夫なんですよ。そうですか、でも昔はああいう流れで田植えをしていたっていうのがよくわかりますね。だからご年配の方はね、あんな懐かしいなぞってご覧になると思う、はい、あの谷筋をつけるね、はい、ものなんていうのは今見ることできませんよね。資料館にでも行かないと今使ってないわけですもんね。常に、ね、面白く仕組んでますね。似たのがね、南会津にあるんです。ああそうですか。あれとちょっと似たのが、はあはあ、だからね、南の会津とこちらね、はい、ちょっと関係あるはずがないので、うまい思いつきの方いるんです。偶然ですけど ね, ですね。あとあの、うん、先ほどの早乙女たちの衣装皆さんご覧になりました、うん、非常に豪華な、あれは花嫁衣装です。先生じゃあこちらまで、花嫁衣装ですよね。留め袖と言いましてね、留め袖ですよね。結婚式とかね、お祝いに着る着物でしょ、はい、で田植えに着るはずがないんですよ。そうなんであんなに豪華な、なんであんな着るかと言いますとね、実はね、ああいう豪華な着物を着るのはこの相馬双葉町だけなんです。あ、他の地域ではちょっと違うんですね。先生、もうちょっと前に、ね、なぜかというとですね、この辺はね、たびたび凶作になりました。一番ひどかったのは230年前の天明の飢饉、はい、この相馬中村藩の人口は3分の1になっちゃったんですよ。で、何としても豊作になってほしいということで、自分のお持ちになってる着物で一番いいのを着てね、はい、神様に奉納するから、神様何としても豊作になってほしいという、してほしいという、そう願いの表れなんですよ。そうでしたか、ね、見事ですよね。見事です、ね、非常に美しい。で、昔あの結婚式の時には必ずね、はい、娘さんはあの色地上あってもね、留め袖と喪服だけは持ってったんです。なるほど、それが嫁入り道具の、だから皆さんもお持ちになってる、だから奥さんとかね、あるいはおばあちゃんがお持ちのものをみんな借りて着るわけですね、一番いいものを、そういうことを願いの表れですね。そうなんですね、はい、現れています、表現していただいておりました、はい。